お疲れ様です西尾でございます2023年もありがとうございました今日12月31日今年も終わり無事迎えられて本当にありがたく思ってます無事迎えられてあ,ったありがたく思ってる本当に 今今年年もも終わりまますねもうほんんに何したんやろ今年あんまり記憶がないというかまあ年末の動画撮ってますけど俺自身はあんまり年末感はないんで全然今日31日まで働いて1月1日から稼働するっていうまあ本当に平日のような感じで、まあんまりなんか休むの好きじゃないんで こう自分の考えとしてはガッと働いてガッと休むじゃなくてずっと同じ量を毎日こなすっていうのが自分が最も望む活動というかありがたいことにね年末年始も働かさせていただけてますんでそこは本当に感謝しておりますとまあちょっと昨日ね あの動画投稿日なんですけどあげれなくてもうここ最近めちゃくちゃ忙しかったマジで今月かあの1年通して忙しかったとかそういう感じよりかは12月がもうめっちゃ忙しかったっすねまあありがたいことにまあありがたいことに本当にその年末忙しかったらなんか1年間良かった感じがするっていうか 自分が主催した企画はほとんどほとんどではなかった全部呼んでいただいたやつでなんかライブイベントとかなんかそういうの呼んでもらって撮影もちょっと行ったし今日大阪に今月2回ぐらい行きましたねなんかちょっとバタバタしててあんまりゆっくりはできなかったんですけどそう昨日昨日おととい28から大阪に 2829って,て,28 28, て FM802 っていうあの大阪のラジオ局があるんですけどそこが主催するイベントでなんかラ「レディオクレイジー」「ラジオクレイジー」「レディオクレイジーか」かそれのイベントの何かちょっとブースがあってそこに演奏するっていうのを2日間ぐらいやってほんで何かあの自分そんな大型の。 フェス参加したことないんでお客さんとしても行ったことないしでなんか初めてわあフェスってこんな感じなんやみたいなあの感じというかそうアーティストの方も見れて友達やってんのもねちょっとちらっと見れてうわすげえでっけえとこでやってんな <laughs> と思いながら <laughs> もうもうなんかねすごいなんか初めてのことだらけで、まあ、おまあフェスっていう名の通りほんまにお祭りで。 屋台もいっぱいやったり、うん、なんか好きなアーティストもこう見れたりしてね好きなアーティストとかこう、まあみんながそのいろんなアーティストが見れたりしてそうなんかそこでね思ったのがあのなんつうんでしょうねこうまあ最近自分はリズムとかなんかグルーヴとかそういうのは興味があってやってるんですけどやっぱり改めて日本の楽曲ってこう。 フェスに出てるアーティストほぼ全員あのなんていうんですか縦乗りっていうかこうまあ位置で重心があるみたいな感じでそれでお客さんもねなんかねまあアーティストによるんですけどあの全然乗ってないというか動いてない場合もあればなんかこう何て言うんすか乗りの,の感じでグワあッて動いてるのもあってでもやっぱりそう。 あのみんなこうやってワンワンっていうか1で踏んでなんか「はあはあ」っていうこうなんかこういう感じか踏んで上げてを同時にしてるって感じなのか12あでも全部同時なのか12んかこうこういうノリのなんかねおありましたねなんかこう「はあはあはあ」みたいなノリをよくやっててこれ。 これが日本のノリやねんなみたいなのもあったしそうなんかいろいろそれでなんかあんまりそういうの行ったことないからすげえ勉強になってそういろんなアーティストの演奏とかそうなんか音の感じとかでも結構やっぱ低音がすごいこうまあ大きい大きい会場のせいだと思うんですけど。 やっっぱすすごい回ってくるんですよねなんか低音がこうドンって出るっていうよりかなんか,なんかすごい回ってる感じなんかボーンってくるからだからその感じもなんかこうおっきい会場ならではのなんか聴き方まあ乗り方になるのかなまあ演奏自体もその別に頭で撮ってるからそういう乗りだと思うんですけどまあなんかそういうなんつうんでしょうね流行ってる音楽の乗りというか。 それが勉強できてすごい2829大阪のそのイベント行ってほんで昨日はあの、えー、幕張でやってた「あのカウントダウンジャパンそれにまたちょっとブースがあの一角なんかあってそこで演奏してきたんですけどそこはねちょっとねさすがにスケジュールがめちゃくちゃタイトだったんで他のアーティストさんっていうかその出てるアーティストさんのライブとか聞く余裕がなかったんですけど。 でもなんんかねちょっとこう音漏れしてくるんですよあの結構音量大きいからそれでなんかその「レディオクレイジー」でやってたあの楽曲の雰囲気っていうかまあそれ今の流行りの音楽の感じだと思うんで,しょうで,ですけどそれの感じがそこでも聞こえてきてああまあまあこんな感じだなと思ってたら1組だけなんかね違う感じの,あのグルーブっていうかその違う感じのこう。 音が来たんで,すよ、ね、でなんかねああまあそれまであこあ,なんかあこんな感じやなと思ってたのがあれこれ誰やと思ってなんか外国の人を外国の人っていうか結構ねドラムのグルーヴとかがなんかちょっと2っぽくてでギターもなんかそのよ,よくてサウンドの感じもねあ結構なんか。 ちょっとと他のと違う個人的にはそれが一番好みだったんですけど「え誰だ?」ってそのタイムスケジュールとかタイムテーブルか調べたら「佐野元春さん」って書いてあって「わあちょっとさすがやな」というかうんなんかちょっとやっぱ違いましたね他の人と。他の人がいいとか悪いとかそうなんじゃなくてなんかちょっとやっぱノリの感じが違うっていうかうんドラムの感じもすごい好みだったしギターの音色もやっぱ。 ギターとかもね、上手やったし、うん、全体的になんかちょっと違う感じがあって、結構なんかど、どれもなんかちょっと、なぜ、なんか、音響のせいなのか、一緒に聞こえてた部分も、いや、もちろんそれ演奏してる曲は違いますけど、なんかこう、ノリの感情は一緒だったから、なんかこう、そこにちょっと違うの来たんで、わっと思って、それはなんかね、ちょっと、それも発見というか、 やっぱ違うねんな、この大音量でも、みたいな感じで。それが機能ですかね。それは、いい勉強になったというか、そんな30日を過ごし、今日31日を迎えております。来年は何しましょうかね。なんかこう、そういうの見たり、今月結構こう、いろいろ考えることもあって、そう、なんかこう、来年やっぱり、 自分でこういうのやっていきたいみたいなのを計画してやんないといけないなぁと思う心境になったというかちょっと自分のイベントみたいなのがあんま最近ここ何ヶ月かやってなかったんでそうまあまあ何ヶ月かぐらいですけどまあやっぱりそういう自分の何て言うんですかね企画してねお客さんを自分で読んで見てもらうっていうそのなんかなんかこう。 自分で発信していく感じまあ YouTube とかそういう SNS とかも発信してますけどなんかそのそことはまた違う発信の感じ、まあ、自分の弾いたりする部分を見てもらうっていう場面がやっぱり自分で作んないといけないなとね思いましたんでまた2024年はそういうことをね頑張りたいと思いながらギターの良さを伝えていければなとね思っておりますので。 まあ来年もあし日も更新しますんでなんか明けましておめでとうございますみたいな感じで多分始まると思いますけどまあ私みたいなものはね皆様が休んでる時に働くべき存在だと思ってますんでガンガン年末年始も働きたいと思います、うん こんな感じでございます。また明日お会いしましょう。